こんにちは。どうも。あ、漫画家の畑健次郎と言います。何でしたっけ？サンデー文化祭でしたっけ？どうもよろしくお願いします。はい。はいはい。ペン先のこだわりなどありますか？ペン先のこだわりっていうか、一応これフェルトに変えてるぐらいかな。普通のプラスチックのやつだとね、なんかシャカシャカしちゃうんで書きづらくて。最近結構意識されていると思うんですけど、そこもペン先っていうか、なんか綺麗な線を引くのをやめた最近。昔はなんかこう綺麗であればあるほどいいと思ってたけど、なんかもう最近なんか できるだけ粗い線にしたくて、 すげえ使いにくいペンのあれを使ってる。なんかその なんだっけ、ブラシ、を使ってやってる。作画のこだわりとして、その司ちゃんとかを描くときに、腰回りとか、腰回りな、腰回りっていうか、あれだろ、こういうやつだろ、このなんつうの、なんかこういう風なさ、こう人がいたとしてさ、はい、なんかこれだろ。首入れというか。これなんだろうね。なんかずっと描いちゃうね。なんか気がつくと。この構図にはすごく。この構図すげえ使うよね。かなり綺麗に見える。黄金のラインだな。なんかね、中学生ぐらいの頃からなんか この部分の。このカーブを頑張って描きたいっていうのがある。そうですね、なんか前からそういうふうに伺っていたので、結構聞けてありがたいです。なんかね、昔なんだっけな、なんかアニメージかなんかに読者投稿の、そのなんかハガキがこんな絵で、すごいこれが可愛かったの。そこがそこから多分14歳とか13歳ぐらいのそのこの頃からのここをね、描くのを頑張ってる。あと、一個こだわりある。このキーボード、このキーボード売ってないのよ。この超ミニキーボードの USB の有線のやつ売ってなくて、もうこれ中古というかで買ったの。もう何代目かわからないぐらい。もう売ってない。売ってないよ。でもうここで覚えてるからさ、もうこれ壊れたらサイズ感でしか、そう、書けないんだよ。確かに本当にちっちゃいですし、そう、ちっちゃい、これよりちっちゃいっていうかね、今のキーボードこれぐらいあるの、一番ちっちゃいやつでも。すっごい使いにくくてね、出してくんねえかな、どっかは。ショートカットキーを割り振ってて、もう簡単に言うと、まあ、これがアンドゥで、でこれがやり直しで、これが左右回転で、でこれが元に戻すで、上下で、これがペンの太さで、ペン、あとベタ、あと消しゴムっていう、まあいろいろで、これが保存大事。あれですよね、配列は自分で。あ、そう、自分でその勝手に割り振っただけ。そうっすね、なんかこの P だとペンとかってなくなってるんですか、もともと。元は別だけど、もうこっちの手に馴染むように、収まるようにそうですよね、改造してあるので、なんか左行って右行ってみたいな感じだと結構大変そうな感じします。ちなみに言うと、あれでこうすげえ強力な両面テープでつけてある。そうじゃないとこうガタンっていっちゃうんで、こんなバランスの悪いそう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 、やつはね。
これつける？つくのかな？つくのかなってか、つくんだけど、このあの、なんだろう、シェルフというかやつは、の大塚家具で頼んで特注で作ってもらったやつ僕が設計したやつです。ちなみにこの、これはあ、収まりがいいよね。そう、これあの、なんだろう、全部あ、機器が入ってるんだ。そうそうそう、機器が入ってて全部自分で設計して作ってもらった。オーダーメイド。オーダーメイド。オーダーメイドはね、本当はやってくれないんだけど、なんかアホみたいに家具買ってたらやってくれるようになった。どうかな。あ、ネットワークが切れている。何色で買われたんですか、ちなみに。主に主にあの環境 DVD を流そうと思って、ここに波とかをあと映画見ようと思ったんだけど、意外とスクリーンがあると見ないの。あと FF7 も途中までしかやってないっていうね。わかんな、普通に見ちゃう。そんな長く流すわけでもない。普通に見ちゃう。ちょっと切ろう。絶賛セルフリノベーション中ということです。はいはい。こだわりポイントは。こだわりポイントはまずこの床ね。床。配線が床を這わないっていうところ大事。もうなんか汚い配線がこうね床を這い回るのがもう本当に嫌になったんで、もう電気ももうこう直接机に引いた。あの電気のこれを、その電源をこっちから取ると見えるかな。ここにすごい。3と4っていうのはブレーカーのあのスイッチなんで、それぞれ違う系統から電気が来ているっていうね。そうじゃないとこんだけパソコン入れると落ちちゃうんで、懇意にしてる近所の電気屋に頼んで、レンジと食洗機の電源まで違うものにしてあるから完璧。あとは壁に埋め込んだテレビ、めちゃめちゃでかいですね。めちゃめちゃでかいよ、65インチあるから。65インチめっちゃ綺麗。なんだろう、ソニーのあれあれ、なんだ、有機EL、はいはい、テレビ。普段何を見られるんですか。これ普段 YouTube と Hulu。 今これでウォーキングデッドの新しいのを見てたよ。そろそろ終わっちゃう。今そろそろ終わっちゃうんでね。先生、本当にお題どんどん好きだ。椅子も座らせてもらえますか。どうぞどうぞ。うん、十万するという。そう、セダスの椅子。しかもそれは特注っていうか限定の革張りのやつなんで。もう帰れないですね。でもね、星大事だから。そのやっぱり高い椅子座らないと。小学館もこれにしていますね。倒産しちゃう。めちゃめちゃでも座り心地がやっぱり段違い。段違いでね、やっぱね。真ん中になれそうな。そう、その椅子はね、とってもいい椅子ですよ。あと賃貸なのに床を張り替えてるっていう。これも近所に住んでいるコイの、リフォーム屋に頼んで安くしてもらった。2回目の通り。以前を知ってるとめちゃめちゃ変わったな。そう、すごい分かります。あと僕が貼った壁紙。これもいい。そう、これは僕が貼った壁紙。ああ、なんか
黒板かっこいいなと思って知り合いのマガジンの宮島先生にカノカリの先生んちのなんか仕事場のお宅訪問みたいな YouTube 見たらあまりのかっこよさに鼻血が出てそこに黒板巨大な黒板が貼ってあって俺もこれしたいと思ってで真似したやつあんまり前面よりもこっちの方がいいかなと思って。ちょうどいいサイズ、ちょうどいいで俺が貼りましたあのこの水からそうそうあれだよこれ吊るすやつで吊るんだけどそれだとあれなんでこれ後ろ磁石がついてて磁石仕込んで強力磁石で外せるようになってるっていうそう釘を打つとさもったいないじゃん。だからこの壁紙の上に磁石貼り付けて見えないこだわりがそうそうそうめっちゃ強力な磁石なんでね。これ剥がすとちょっと大変この前の地震でも落ちなかったです。はい、かなあとなんだろう あとこれあれですよこれ税理士の嫁の税理士の山田さんが結婚祝いでくれたガジュマルだこんなちっちゃいガジュマルだったんですけど育てているうちにこんなに大きくなりました、これをもう こういう風に生やしてやろうと思って、そしたら IT 企業っぽいじゃないですかっていう感じかな。あとなんだろうこだわり、こだわりはもうとにかくでも配線を隠すですよ。もうとにかくもう無駄のない無駄のない本当に配線が嫌になった配信ルームっていうかね、まだここから配信したことないんだけどはい、このスペースはどういうスペースなんですか。これは YouTube を配信しようと思ってとりあえず作ってるけどまだあんまりちゃんと配信できてない。なぜならまだここにあの、なんだろうね、がかかったこういうやつとかあるわけですよ。これはこれはあれですよ、任天堂スイッチのこれでゲーム配信をやってやろうと思ってこれ繋いでねやろうかなって思ってるやつだけどまだ配信はできておりませんチャンネル登録よろしくねホルムズとナジャの小部屋っていうのをやっておりますんで、っていうかまあこういうのをねあんまり机の上に出したくないんで配線、そう配線がそうなるべく見えないあの究極はあのあれだよあのローランドの家みたいにしたいんでそう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 何のケーブルもない家にしたいんで あとこのキッチンのあの木目のやつあの僕が貼ったやつ僕がセルフあの DIY でやってるやつ本当はこのあの扉ごと本物の木のやつに変えようかと思ったんだけど週刊連載をしながらそこまでやっていいものかと思ってやめたやめて壁紙貼るだけにした。そうそうそう、でもまあこれもねまだやりかけなんで、あのなんかもう少し完成してから来てほしかったわ。またやりましょう。本当だよ。こっちに行ってから最後。あっち行きましょう。はい。この部屋はって感じでしょ。聞いたね。はい。まあこっちはあの女子部屋なんです。女の子のスタッフがの部屋で鍵ついてて、僕ここの鍵も持ってないんで僕も入れないです。だから中がどうなってるか知らないです。だから綺麗に生ゴミは捨てるようにとは言ってるんで。例にはしてくれてるんじゃないかなって思ってます。なので そちらはこっちはもうトイレです。あ、でもこのトイレはねあの分かんないと思うけど俺がリノベーションしたトイレですトイレまでそうこの家入った時にここあの築40年 あの古びたマンションなんであのトイレ あの壁がね全部緑っていうわけが分からない色だったんで俺が白で塗り直してあそこ、あとこのここ窓だったんだけど、あもうその窓を埋めてその行為にしてるリフォーム屋に埋めてもらってで
コミにしてる電気屋にその窓にあれをつけてもらったの、換気扇。へー、君らはわからないかもしれないけど、換気扇のない風呂とトイレはひどいもんだよ。ここ出て行くときにここの大家は得をしてると思うよ、正直。じゃあ資産価値めっちゃめっちゃこのなんだろう、改造してるから。リフォーム屋と話してるのはこのもう昭和のドアをどうにかしたいっていう。いよいよ外側に。そうそう、今このバーのついてるドアねえだろうっていう。そうそう見ない。そうそう、なのでこれをどうにかドア付け替えられないですかっていうのをやってるっていう。楽しい。そう、来た時にドア変わったら、ね、間違えちゃうな。いやだってこの家の、だってこの扉もそのリビングの扉も僕の部屋に繋がる引き戸の扉も全部変えてるからっていう。そこもともと汚ねえ襖が。襖だ。そう、襖だったんで、なんかもう少しマシなもんつけたいって言って、あとほぼほぼ開かないっていう。下のレールが壊れてたんで、なので下のレールを金属にして、でそれでちゃんと閉まるように。こっちはね、なんか資料部屋、資料部屋、まあ資料、なんかいろいろ漫画置いてある部屋。ここでなんかスタッフさんになんか漫画読みなって言って置いてあるやつ。まあこっちはね、まだリフォーム中というか改造中の途中なんで、物置みたいになってるんで、もともとこっちは男子部屋だったで、ここが、そうそう、4段ベッドが置いてあった。4段ベッド。そうそうそう、4段ベッドと3段ベッドがあった。すごい、計7人寝れるっていう状態だったんだけど、そのね、もう男子がほぼいないんで今うち。あ、もうそうなん。そうそう、男子に泊まり込まない人しかいないんで、近所に住んでるんで。だから男子部屋がいらねえと思ってベッド全部捨ててやってる感じ。このロッカー、そう、このロッカーもだから昔はスタッフのロッカーだったんだけど、もうこれ捨てるの、もういらんから廃棄。廃棄廃棄。でもね、ロッカーって粗大ゴミで捨てられないみたいで。何ゴミなん。いや、なんかなんだっけ、法人のやつみたいなやつで、だからなんかどっかで出さなきゃいけないんだけど、なかなか出せないやつ。あとあれがオキュラスリフト。あ、オキュラスリフト、これがオキュラスリフトね。オキュラスリフトわかるかな。よいしょ、あれですよ、未来のそう、株にかぶるやつ。これでなんか 3D のゲームやろうかなって思って買ったんだけど、僕めちゃくちゃ 3D 酔いするんだよ。めちゃくちゃ酔うんで10分ぐらいしかできなくて、本当に吐きそうになるっていう。もったいない。もったいないよね、これね。だからこれで最終的には僕は VTuber になろうと思ってる。ホロライブの VTuber になろうと思ってるんで。よろしく。あとなんだろうな、本当にこの部屋は今物置なんで、まあ最近のサンデーとか、そう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 、うん、なんかここにおすすめの本とかってあったりしますか？おすすめの本はそこにある石森章太郎先生の日本の歴史です。これはね、いい漫画だよ。多分ね、タイトルから誤解されてると思うけど、学習漫画のはずなんだけど、学習漫画じゃないんだよね。その全然、すごいドラマチックに日本の歴史がすごい分かって、1巻から50何巻までたどってくると、なんか人の歴史ってこうなってたんだっていうね、気持ちになるのです。まあ今描いてる漫画のとて も, とても壮大なネタバレじゃないけど、キーとなると思う。そう、すごく大事な、そうそう、もう何回も読んでる。
あとなんだろうな、ここにある漫画で言うと自分の好きで買ってるのは牛島くんとうっちゃれ御所川原とあと鬼滅かな。鬼滅、牛島くんはなんでこんなに好きなんだろう、わからない。スピリッツに乗せられてましたね。なんだろうね、でも あとなんだ、サンデーで言うとなんだろう、逆境ナイン、サンデーってことでいいのかな、逆境ナインは。あとホエペンね、ホエペンと萌えよペン、萌えよペン、ここもうあのちっちゃいやつしかないけど大きい版の萌えよペンを誰かに貸したら帰ってこなくなっちゃったんで、サンデーに坪内さんっていう人がいて、でなんか東京に久米田先生のアシスタントやりませんかって言うんで呼ばれた。その時にあのなんか荷物の中にこの萌えよペンだけ入れてもうやってきた。東京に上京してる時にバイブ。今読んでも面白い、何度読んでも面白い漫画。萌えよペンなんて、だってこれ何年、このなんだろう、ジェネックスのこの版が出たのでさえ2002年なのに、すげえ一番最初90年だ。これをね持って東京に来てからもうすぐ何年だっけ、25年、22、3年経つのかな。そう、22、3年経つとこうなるよ。このそこにあるうっちゃり御所川原、僕がその当時サンデーの、そうね、その当時から持ってる唯一の本かもしれない。多分これ初版とかなのかな。あ、でも2すり目だ。だからもう結構そう、91年とかに買って多分一番古い本じゃないかな。91年って何年前？30年前なんだね。すごいね。いや、下の方は、あ、下の方は漫画じゃないけど、まあスタッフ用の漫画が多いよね。その風の谷のナウシカと、あとアキラはスタッフがに読んでもらいたくて買い直したやつなんで。あとポーズ集とかいろいろある。あとなんだろうな、でもこれとかが多分世の中の人があんまり知らない本だと思う。同戦士ガンダム F91 のフィルムコミックっていうね、これなんで買ってるかっていうと、ここに富野監督の絵コンテの描き方っていうのが最後になぜか載ってる。これね、多分いつの本だっけな、めちゃくちゃ昔の本なんだけど、91年の本だ、30年前の本なんだけど、だから僕が中学生高校生ぐらいの時にこの部分を読んで、こっちの部分はあんまどうでもいい。こっちの部分を読んで、そうか、そのなんか映像には力学があるのだっていうことを、これはすごい、これ映像の力学っていうのをこれですげえ勉強するようになった。なんか右から人が来るのと左から人が来るのは意味が違うんだよとかっていうのを、なるほど、おじさんただの人じゃなかったんだと思って僕がおじさんの映像にすげえ感銘を受けるのはそういうことだったのかって思って、今出し置いてる。これ持ってる人はもうほとんどいないと思うよ。あ、一応芸大行ってた感が出るものもあるよ。これこれ、これモネの画集。なんかこういう絵が描けたらいいのになって思って、僕がすげえ感銘を受けているやつで、フランスに行った時にね、これの本物を見たの、感動した。写真よりうまいんだもん。当たり前だけど。
めちゃくちゃうめえなこいつと思ってびっくりした、実物めっちゃうまいと思って全然印刷に出てないと思って、そのうまさがこれのね最初の方にあったと思うんだけどな、なんか雪のやつ、雪の風景のやつがねすごい衝撃的だったの昔。僕はね大阪芸大っていうね割とちゃんとした大学をこうやっていましてね、これこれこの絵、この絵を見たくてフランスまで行った。他にもいろんな理由はあったけど、そうこれがねなんかすごいすごい綺麗な絵だなって思って、こういう絵描きたいんだけど全然こうならないって思って、もう何十年経つんだろう、もうな捨てるに捨てられないものもいっぱいあるね、よく見たらね、うん、これとかもなんか捨てるに捨てられない、機動戦艦なでしこの DVD ボックスっていうねすごいっしょ。東京に出てきてさ、僕の寂しい心を癒してくれたのがこの作品だったから、もうなんか東京来て友達もいないからこのなでしこの映画をね、あの当時やっててさ、本当に一日中映画館にいた。なでしこの映画多分本当にリアルで映画館で何回見たかわからない。だって朝の上映から途中スレイヤーズ挟むんだけど、スレイヤーズの時だけちょっと休憩してまた始まったのまた見てて昔はほら映画館ってオールナイトで出なくてよかったじゃない入ったら。そうですね、今はほらなんでシネコンだからさ出なきゃいけないけど、当時はね出なくてよかったんだよ。あとこれかな、あとほらお兄様へ。お兄様へ知らないっしょ。お兄さまは見た方がいいよ。この地崎監督のね超名作、あのなんて言うんだろうな、こう日本じゃないみたい日本のあれ一応設定で日本の現代のあれなんだろうなって思うんだけど、あのなんか生徒会長とかがラオウみたいに出てくる周りの女子より頭2つ分ぐらいでかいっていう演出とかがすごい面白い。これはね見た方がいいですよ。当時お兄さん前当時ね、なんか庵野監督も見た方がいいって言ってたよ、イメージかなんかで、あ、サンデーで言うとこれだよ、これ H2 の1、2巻サンデー的にはわかる H2 わかるか、そりゃそうよ。そうこの1、2巻完璧だなと思って僕、ミスリード含め、ね、そうすごいっすよ、ね、この 1,2 巻すごいなって思って何年に1回かこの 1,2 巻だけめっちゃ読み直すその付箋はこれなんで、これはうちのスタッフが勝手になんか背景のあれでつけてるやつだと。最初サッカー部入ってますからね。そうこの 1,2 巻はすごいなと思って売れるわ、そら売れるわっていう漫画だった。ちょっと表紙見せてもらっていいですか。どうぞ。すみません先生の手で、はい、H2 1,2 巻尊敬する足立満大先生の H2、 こんな大人になりたかったこんな大人になりたかったよ。じゃあ最後最後になんだよあーいやーなんか単行本出ますんで、まず15巻が4月の16日に出ますと思います。まだ書いてないんで何とも言えないですけど、よろしくお願いします。あとあの今フライミーって自分でタイトルが分かんないんですけど、フライミートゥーザムーンという最新章がやっておりますんで、あの全部で4話ありますんで、それが終わったら普通の回に戻ります。よろしくお願いします。あの OVA 多分出るんでそれはもうぜひ応援してください。あと
アニメもやれたらいいね。8月の何18日ぐらいに出ますんで、よろしければご覧になってください。ブルーレイのボックスがあるのかな、出ている感じかな。それもぜひ買ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。